こんにちは、ブランドバイ社長です。ブレードランド響きです。果たして12月にこんなにいいものばっかり出していいのかと思っておりますが、日本国内からも続々とお客様より郵送買取、店頭買取集まっておりますので、なんとかなるでしょう、来年夏も、うん。先日タイでね、2年後はもうこんなに絶対なくなると、タイも、うん、神様が言ってましたね。言ってましたっていうことなので、いつか買いたい、いつか買いたいって皆さん思っていただいているものから、おこんなん見たことないぞっていうものまで多数本日もご紹介させていただきますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。行ってみましょう。ロブゾンビ、色残り 85% ぐらいのイメージです。バックプリントのファッカーの方なのか F×KER の方なのかって部分で、こっちは F×KER の方です。まあ、お好みですね。ウィンターランド、サイズ感も良しです。目立ったダメージももちろんございません。ロブゾンビに関してはフロントプリントがバキッとした色使いじゃないので、グラデーションになっててブラックボディに馴染むような色使いですので、そこそこ色が濃いものでもがっつり色が落ちたものでも共にかっこいいなっていうイメージです。着てるものをすでにお持ちの方にもおすすめしたいし、贅沢ですけども、まだ買ったことない、そしてできるだけ状態のいいものが欲しいとずっと待たれていた方、今がチャンスです。バックプリントもほぼほぼ削れなし、綺麗ですね。これ綺麗ですが、ある程度洗ってますのでドライロットの心配はございませんので、その点もご安心くださいと。以上です。2枚いっぺんにいきましょう。ヒートサイズディテールお願いします。どちらもオールスポーツですね。サイズがこちらが L で、はい、こちらが XL です。でダウンワードスパイラル、自信を持って言えます。2022年僕たちが一番販売しました世界で、ですが1枚も残ってません、ということです。サイズ感はね、ダウンワードスパイラルあんまりタイトに着るのは僕どうなのかなって思うんですよ。軽く肩で落ちるぐらいで着ていただくのはかっこいいかなと思います。っていう意味で僕なら XL、 響きの場合 XL でもいいけど、ちょっと着丈が長いかなっていう、うん、響きが XL を着ると、まあ、着丈そうですね、お好みですけどね、うん、この場合でいくと僕が XL で響きが L がいいサイズ感なんじゃないかなと思います。ダウンワードスパイラルの M は過去に販売したことございません。確かに1回偽物買いてきましたけどね。M でした。ということで、L と XL ともに入荷しました、はい、お待ちいただいた方多いと思います。年末ね、そろそろ行ったのかなとずっと悩んでたという方、ぜひともお願いいたします、はい。レッドホットチリペッパーズからはアボカドビキニのご紹介となります。グレートランド大阪オープン時にユーロボディのものがございました。ありましたね、売れませんでした。売れなかった、ずっと、うん。でまあ、顧客様の元に無事旅立ち、その後ですね、はい、急にお問い合わせが増えました、うん。アボカドビキニないですか、アボカドビキニないですかと。ないんですよ、こんなもんなかなか。こちらジャイアントのラージ、こちら諸説ありまして、色がね、これ拡大しますけどね、この、まあ、お尻、うん、素敵なヒップの部分が肌色でしょ。一部わかるかな、黒のねレンガみたいなレイヤーというかね、はい、上からプリントが入ってるんですけど、全体的にめちゃくちゃ色が暗いものが出回っております。中のいいディーラーからもそれも買わないかと勧められました。これに関して言いますと、暗いもの比較出しますけど、暗いものはちょっとわからないんですよね、僕らも。アンビルによく見られるんですが、ちょっと確証が取れないってことで、それは全部スルーしてます。過去に販売履歴もあり、きっちりとしたソースがあるものしかちょっとお取り扱いができない。人によってはアンビルのコンディションのいいものは新品に近い状態だから色が濃いんだと。ただ僕たちの目からすると、濃いとかって話じゃないんだよね、全体のトーンが、ね、暗いんだよね、まあ、これも結局アンビルだったらありえるのかなとも思ったりもするんですが、販売できないので、暗いものを跳ねていくと結局この明るいもの、プリントが明るいものというのはなかなか入荷が難しいと。実は 1,2 ヶ月前に、同モデルの明るいものが入荷しましたが、はい、ちょっとあの仲良くしていただいているお客様から事前に熱烈オファーがありましたので、そのままスライドで旅立っていきました。ということでフリー分としては今年初かな、ジャイアントの L ですが比較的大きめです。でコンディションも良いです。でレッチリの T シャツとしてはかなり高い部類に入るじゃないでしょうか、ということでよろしくお願いします、はい。こちら、マザーズミルク乳ですね。これは以前僕の私物の結構コンディションがやれた、まあ言い方になっちゃ悪いものがサクッと旅立ちましたが、ここまで綺麗なものを僕販売するのは初めてです。サイズ XL お探しの方多いと思います。バックプリントはこんな感じ、89年のものなので、今のサイズ感、今のトレンドで着れるものがほぼ残ってないと。ブラックでいいんじゃないでしょうか、いいんじゃないでしょうかとしか言えないですけど、まあ、これに関してもお好きな方しかいかないと思うので、ぜひともお願いいたします、はい。どうやろう、全く誰も興味持たないか争奪戦になるのかっていう、まあ、ちょっと読めないのこれ、読めないんですけど、レッチリの中ではトップ3に入るくらい僕は珍しいデザインだと思ってるんで、2022年でいくと初入荷かな、
こちらがジャイアントの L ですね。こちらがジャイアントバイタルテックスの L。 グレードランド大阪で通称ビワホースと呼ばれているもので、ワンホットミンツの中では一番着やすいかつ可愛いかつまだ現実的なお値段と言っちゃうんです、はい、前回のレッチリフェス我々の開催した4枚あって残らなかったですね。今回もどうだろう、2ヶ月ぐらい前でしょあれやった、はい、うん、でびっくりするぐらいレッチリの問い合わせが多いんですね、ね、特にこの2ヶ月ぐらいで、はい、なのでまだまだ争奪戦、相場が上がっていくものかと思いますので、欲しい方も2ヶ月前より増えてるんじゃないでしょう。 U は L ですけど、ともにちょっと色味が違いますね。ある程度色が残ってるものと綺麗に全体的に色が抜けてるもの、ね、2パターンございますので、お好きな方を選んでください、はい、よろしくお願いします。ブートです、ロンティーです、 XL です。サイズ感めっちゃいいです。フロントメンバープリント、バックプリント、アヒルのサークルプリント、しかも袖プリマーリ、言うことないですね、はい、以上です。ガバッと着てください、はい、このサイズででもレチンロンティー着れるっていうのは、だから今の時期はね、もちろんジャケットのインナーにいいし、春とかはまあ1枚で、夏場はそうだな、ショーツとかに合わせてね、この大きいサイズ感であればロンティーにショーツってすごく合うと思うので、何とぞでございます。かっこいいですね、これ着てライブ行ってほしいな。はい、ゲッタグリップです。袖シングルの裾シングル、当時のオリジナルです。着丈がやや短め、ややって言っても70があると思います。身幅がっつり大きい、本当に僕たちの好きなサイズ感。ゲッタグリップはゲッタグリップ自体がやっぱあんまないですよ。ないですね。あ、グレードランドオープンした時でも少なくなりかけてた印象ですけど、ここ最近はやっぱりね、特にエアロスミスとか社長が言ってたみたいな、ローリングストーンとかが非常に人気が高くなってきてる中、やっぱこのもともとこう人気あったモデルっていうのはさらに押し上げられてる印象なので、お願いいたします。ウーテロです。ジャイアントの XL、 ジャイアントバイタルテックスですね。 XL ですね、はい、まあ僕インウーテロめちゃめちゃ持ってるんですけど、なんでちょこちょこ出すかっていうと、はい、どんどん相場が上がってるからですね。これに関してはサイズ感も言うことなし、コンディションも言うことなしですね、はい、人体模型の発色も綺麗に残っております。ボディもね、程よく柔らかくてね、いい90年代の T シャツだなみたいな、気持ちボディが痩せてて、本当に綺麗に肩で落ちてくれるいいインウーテロですね。まあ年末ね、僕らもちょっとお金ないんでね、ちょっとお安くしますんでね、行っちゃってください。あ、そうですか、うん、お願いします。ニルバーナスマイルですが、お間違いないように、こちら92年オリジナルではございません。おそらく90年代ほんと末期から2000頭のモデルになります。で今ニルバーナのスマイルむっちゃ高いですね。高いですね、むっちゃ高いですね。仕入れ値が倍以上になってますね。玉数もほんと減りました。あんなにあったのに、これ YouTube で何度か言ってるかと思いますけども、スマイルマジで見つけれないです。あれば買うようにしてます。で提示金額がもう高すぎても頑張って買うようにしてます。ほぼほぼもう現実的な金額じゃなくなってまいりました。スマイル数日前ね、響きとタイ仕入れきましたけれども、この仕入れ値多分8万超えるなって言うてました。こちらは92年ではないです。コピーライトは92年ですが、プリントの質感も非常によく、ボディも緑っぽく色移るボディじゃなくて、きちっとこうスミクロになっていってくれるボディで、サイズ感も 2XL、はい、そもそももう92年のオリジナルの 2XL なんか僕もう1年以上見てないんで、っていう意味でいくと何が違うねんと、首ステッチがね、補強が入ってるかどうかぐらいかな、遠目に見たら。色味もほぼほぼオリジナルに近いです。プリントもしっかり割れてくれてます。でお値段は僕たちがこれ以降販売する92年のオリジナルのスマイルのおよそ3分の1のプライス。いろいろと長々喋りましたけど、はい、決して悪い、ものではないので、はい、というかおすすめです。このサイズでね、着てもらえるのはやっぱでかいですね、うん、サイズがでかいだけでかいですね。でかいですよ、はい、はい、こちらも概要欄の方からご確認ください、はい、以上になります、はい、最後までご視聴ありがとうございました。今回ご紹介したこちら、本日夜9時からオンラインストアにて公開開始と、概要欄に全て URL 記載ございます。また動画公開と同時に店頭にてご試着およりご購入可能となっておりますので、いいなと思った方はお仕事招待されるなり、なんなら理由つけるなりしてご来店いただければと思います、はい、最後までご視聴ありがとうございました。グランドバイヤー社長とグレードランド響きでした。バイバーイ。